そこから少しですね下る形になるんですが、尼崎工業高校西の交差点になります。その交差点、信号を渡らずに右の方へと曲がってきます。すなわちここからは波須通りの方へ入ってくることになります。その尼崎工業高校西の交差点の北側にあるのが東洋製機株式会社、いわゆるレトロな建物のある工業所なんですね。そこを南の方へと向かってきます。すなわち大通りから住宅地の中へ入ってくるということですね。そこから左へと斜めにですね曲がってくることになるんですが、今は長洲中通り付近の住宅地を歩いていることになります。この付近のですね住宅地はですね、直進が続いていなくてですね、このようにですね何度か曲がる形でですね、こうやって3階建てのですね一戸建ての住宅が立ち並んでいるところになるんですね。そしてその先、左の方に目を向けると神社が見えてくることになります。曲がりからの多い住宅地の方から出てくると、このようにですね長方形型の広場が目に映ってくることになるんですね。ちょっと公園名がですねどこにあるかがちょっとわからないのは申し訳ないんですけれども、西側に目を向けるとこうやって緑の木、そしてですね花がですね咲いているところ、まさに庭を感じるようなですね雰囲気なんですね。で、東側の方へと向かってくると、学生さんがですね通学してきている様子があるんですけれども、その近くに学校があるようなんですけれどもね。まずこの広場をちょっと見たいんですけれども、ちょうどベンチがあって、動物系の遊具が2つ、そして鉄棒、滑り台にブランコという構成になります。その先を進んでくると学校が見えてくることになるんですが、こちらが県立尼崎小田高校になります。右に曲がってくると4階建ての校舎がですね目に映ってくるんですが、その先には左斜めグリーンプラザ尼崎の高層のマンションも見えてきます。そして緩やかに右の方へと曲がってきて、コミュニティ道路方面へと向かってくるということですね。左手に尼崎市立長洲小学校の通用門が見えてきました。校舎自体は3階建てになっていてですね、この周辺がですねこうやってコミュニティ道路に整備されているということなんですね。長洲中通り、しばらく2丁目を歩いてきましたが、今は3丁目の方へ入っていることにもなります。右手には長洲第三福祉会館のいわゆる集会所が見えてきて、そしてですねその近くを進んでくると道路沿いの方へと出てくることになります。その左斜めの方に和食どころの里があります。そこで左の方へと曲がって、左の建物には長洲幼稚園があります。その長洲幼稚園の向かって右側にこうやってですね木製のコンビウーが目に映ってきますが、ちょうど稲川東公園に差し掛かることになります。いわゆる高台のですね少しの高さにある公園ということなんですが、ちょうど入ってですね西側の方がこうやって小さな広場になっていて、入り口のですねいわゆるこちら側の方がですねこうやってスロープになっているんですね。そして砂場のついたコンビ遊具、遊具類というのは実はこちらだけなんですね。そして幼稚園側の方にはこうやって4つの木製のベンチがあって、いわゆる半屋根式の休憩スペースがあります。そして奥に手洗い水道もあるんですね。その稲川東公園の向かって左側には一堂会館の集会所があります。そこから南の方へと向かってくると、久伊勢北町4丁目の交差点、すなわち和食の里とマクドナルドがあるところへと向かってくるんですが、ここはですね右の方へと曲がってくることになります。すなわち久伊勢北新町の方へ入ってきたことになります。稲川東の交差点へとやってきました。すなわち国道2号線の方へと出てきたということなんですね。その稲川東、いわゆる国道2号線を横切る形で進んできてもですね阪神大物の方へと行くことになるんですね。
そしてそこから右に曲がると阪神尼崎方面へと向かうことになって、西宮方面へと先が伸びているということなんですね。ちょうど今阪神バスの久井瀬駅2駅が通るところとなります。ちょうどその先にはですね、阪神本線の高架が見えてきたんですが、その向かって右手の方、いわゆる国道2号線を横切りましたが、するとですね、すぐに公園が見えてくるんですね。こちらが坪和公園というところになります。入ってくると正面に2つの滑り台が目に映り、奥に鉄棒、そしてブランコ、そしてマンション側、住宅地側の方にはラッコのですね、遊具が2つあって、ベンチの方が3つ、そして入り口の右手の方にも1つあります。こうやってですね、マンションに囲まれた中に小さな公園があるということなんですね。左手に見えてきたこちらがユニハイム尼崎グリーンシアになります。こうやって高層のですね、マンションがですね、立ち並んでいて、そしてこうやって中層のですね、マンションがいっぱい立ち並ぶ一角というところなんですね。そしてその先、阪神本線の高架があるんですが、それをくぐってくると小田南公園へ向かうことになります。久井瀬北本町から久井瀬南本町の方へと入ってきたことになるんですが、そうするとですね、マンションの一角にですね、このような子ども広場が目に映ってくることになります。こちらが久井瀬南新町4丁目子ども広場になります。ちょっとですね、見えにくいかもしれませんけれども、こうやって公園メンバー丸太のようなものがあって、入ってくると動物系の遊具が2つ、そして砂場のついた小さな滑り台があって、こうやってですね、緑の半の屋根のついた休憩場所となります。ちょうど今阪神本線から梅田行き、大阪梅田行き区間急行8000系がですね、通ってきたところなんですが、その阪神本線の高架下をくぐってくると小田南公園にあたります。今回は小田南公園でフィニッシュにしたいと思います。緑の木々が鮮やかな小田南公園に到着であります。ちょっと工事のためにですね、少しですね、範囲が狭くなっているんですが、向かって正面、今映ってカメラを撮っている正面にはこのような木製のですね、コンビ遊具があって、そしてその周りをですね、健康遊具がですね、囲んでいて、そしてその向かって左斜めの方、いわゆる南側、阪神難波線の方面に小田南公園の野球場があって、まあ、そちらの方でですね、阪神タイガースファームの誘致がですね、どうなるかどうかというですね、瀬戸際にあるというところなんですよね。まあ、でもスタンドの方がですね、まあ、若干整備されていて、まあ、ナイター設備もあってですね、本格的なですね、野球を、まあ、軟式ではあるんですけれども楽しめるようなですね、雰囲気にはなっているんですけれどもね。いわゆる阪神本線と阪神難波線の高架の間にある小田南公園、今回は JR 尼崎駅の北口の方からですね、長津地区をですね、中心に歩いてですね、やってきたわけなんですけれども、時間にして46分21秒、距離にして 3.34 キロ、4364歩の320キロカロリーということだったんですけれども、まあ今日はですね、もう歩いた後ですね、日差しの方がですね、強く照りつけていてですね、本当に汗ばむような雰囲気だったんですけれども、まあこの長津地域はですね、コミュニティ道路が整備されていて、住宅地がですね、揃っていて、そして小学、中学、高校がですね、多くあるところなんですよね。そしてその小田南公園もですね、こうやって夏を迎えてですね、こうやって新緑がですね、鮮やかな雰囲気になってくるわけで、そしてその周りの芝生の方もですね、徐々に生え揃ってきているような印象を持たせられますね。今回は JR 尼崎駅北口から長津地区を通って小田南公園までを歩いてきました。